ちょっと受けたかったよ。なんかわからないですけど、僕はテレビでいろいろ喋るとね、どんどん露出が減るんですよ。だからね、露出が減るんだったらね、あのこっちいらないってのは向こうの誰だおい、勝手にカラオケ消したのは。この、じゃこの辺見せて、その、はい、ブラマヨの吉田君やって。いやちょっと待ってくださいよ勝俣さん。僕今から喋ろう思ってるの自分のタイミングっていうのがあるでしょ。そやのになんかこれ見せてくれみたいな、先輩やからいいですけど、これ千鳥大吾だったらどついてますよマジで。吉田君って1日ね焼酎1本飲んじゃうんだって。あ、芋焼酎でしょ、うん、でおかずの時は今田君が死ぬっつってて、そうだいたい後輩呼んで夜に、で、あの芋焼酎ロックで飲みながら、あのチキン南蛮にタルタルめちゃくちゃかけながら食ってるんですよ。それが僕の唯一の楽しみなんです。死のうとしてんだ。いや、あ、やるよね、目をね。だからね、あの僕のロックグラスタルタルのね、なんか後ついてるんですよ。ルージュみたいになってるんですよ。これでいきます、オズワルドの伊藤くん。どうも、お世話になってます、オズワルド伊藤です。お願いします。あの、この間勝俣さんと飲みに行ったんですけど、めちゃくちゃお酒強いんですよね。こんなお酒強い人、トレンディエンジンの高橋さんか勝俣さんぐらいですよ、本当に。あれ、あれは、あの伊藤くんの声できる、なんとかなってさーって。あー、もうちょっと受けたかったよー。俺そこだけモノマネしてるってか、はい、真似してんだよ。あ、そうなんですか。見つかっちゃったーとかです。もういらないってさーって。面白いよね。いや、俺意外とやんないんだよね、みんなね。あ、そうなんですよね。だから僕はもうそれ保険としてかけてるんで、あのそれを最初に、まあまあモノマネ機のこだわりですよね。どこを最初に持っていくかっていう。僕はこうローから入って、わかりやすいとこじゃなくて、はいはいはい、だからそういうのをなんかひねくれてるんで、やっぱ性格が。なので、別に褒めてほしくないですね。あ、そうそう、褒めてほしくない、本当に褒めてほしくない。けなされること、自分が楽しいのが一番なんでしょ。そうです、そうです、そうです。あと本当にもうなんか心をもうなんか犬みたいにこうお腹をパンって見せれる人の前ではもう無限にやってます。だから本当にもうそういう人の前でやってたらみんな無視します、僕のこと。あ、そうか、そう、ずっとやってるから。ずっとやってるから。やっぱ松丸君と同じだ。あ、そうなんですか。無限にやってるよ。だって感謝祭6時間半ある、はいはい、隣の席になると、はいはい、ずっと6時間ずっとモノマネしてんだよ。あ、ずっとよ。なるほど。クイズなんか全然できない。そのモノマネが楽しいのよ。僕読み書きそろばんが全くできないんですよ。自分でこういうことあんま言わない方がいいんですけど、でも本当それが同じできないので、まっちゃんと気が合うよ。あ、自分の YouTube 松村君呼んでみ、めっちゃ跳ねると思うよ2人。あ、そうですね、同じ病だから。あ、そう、病あの 病棟は同じだから。貝も同じだから。貝も一緒で病そうです、モノマネ病。俺大好き村本くん、ウーマンラッシャーは。だいたい任すことで皆さん会うんじゃないですか、加藤さん。だいたいね、あの任すことで、だいたい向こうの国にもいることもない、この国にもいらないってめちゃくちゃ言われるんですよ。いいか、カメラのせい、カメラこっち、カメラこっち、カメラ、わしの勝ちやの。わー、俺大好きなのよ、もう。もっと出てほしいのよ。なんかわからないですけど、僕はテレビでいろいろ喋るとね、どんどん露出が減るんですよ。だからね、露出が減るんだったらね、あのこっちいらないってのは向こうの世界にいてね、やっとね、モバイク一本でね、海外で活躍しようと思ってるんですけどね、福井県ね、出身の芸人でヤバいやつしかいないやって、ね、めちゃくちゃ言われるんですよ。あの、ロンコートのドーマイクとかね、あれもね、めちゃくちゃね、あの大喜利の才能があるんですけどね、僕にはないかなと、パーすごいよね、このセリフ量。まっちゃんと何でもいいけど、松丸君もドラマのセリフを全部ノートに書いて全部暗記してるから、はいはい、あー確かに。あ、だから僕もしてるか。前あっこにお任せの楽屋なんか一緒で、はい、あの前の週のタイガーのちょっと再現してって言うと、はい、ダイジェストで全部、はい、あー、うん、やってくださいます。同じ病棟だもん。そうですね。それあそうか、メッセージは黒田君は、いや飽きませんって、そんなもん。いや僕ね、あの関西でね、あの黒田に言うて YouTube やってるんですよ。ただね、あのそれはね、何であれ言うたか言うたらね、聞いてください。あのね、あの東野浩二さんがね、いやお前何もせえへんやったら YouTube でとりあえず料理人やねんからね、寸胴で何でも煮込んだらええねん言うんすけどね、大体滑ったらね、僕ね、これ東野さんの性質ですよ。飽きませんって、ほんま兄さん。女子やなとかつって、特に僕のこと汚い目で見とると、僕はね、ほんまね、あの島でね、釣りやってるだけ一番幸せ、嫁は家でね、絵描いてる、これだけ一番幸せなんですよ。飽きませんって、ほんまに。全部ネタもコピーしてんだ。飽きませんって、あの人もう二度と出さないでください。37歳主婦みたいな。出国あっちゅうみたいな、やめてください。もう飽きませんって。俺もしょっちゅう一緒になるから大阪で、あ、ほんまですか。 でもこのモノマネは東野幸男さんの前でやったことがあるんですけど、黒田くんはもっと黒いって言われます。あ、汚いからね、声がもっと汚いからね。あの大あの JB がやるあの黒田のモノマネはちゃんとまっすぐやってね、本人はもっとえがんでるって言われて。で俺ね、テレビずっと思ったんだけど、はいはい、
福徳くんってあんな声に特徴があるのに、はい、なんでみんなやんないのかなと思って。そうですね、福徳くんがあるから、はいはいはい、すげえなと思って。これはなんかちょっと僕まあ目のモノマネなんですけど、実は目、福徳くんの福徳くんの目のモノマネくぼんでるみたいな。そう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 。どうも福徳です。よろしくお願いします。おめえ何を言ってるんですか。僕こっからやろう思ってたのに、なんか嫌やな。なんだ、おまはあどうもお願いします。福徳です。でも声似てるじゃん。あ、そう、そうですか。あの人をバカにするキャラクターだけどね。あ、なんか、あ、あ、あ、なんか、あ、なんか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 、わかんないです、すいません。そうだ、まだ誰もやってないんだよね、福徳君ね、みたいな。じゃじゃでーすみたいな。あ、すごいな。稲ちゃんは、稲ちゃんはですね、あの意外とその顔真似なんですよ、これは。あのこういうあカズマさん、もうこの番組にラジオでもめちゃくちゃ嬉しいんですけど、でも声も似てるよ。もうどれぐらい僕に利益あるんですか、これ。顔すんでたのかな、舐めてますもん。あ、やっぱすげえな。舐めてますもん。すごい。あの俳優タレント部門も見せてもらっていいですか。はい、もちろんです。佐々木蔵之介さん。いや、毎度お気に入り佐々木蔵之介です。お、似てる。あのうち家が実家京都で酒蔵で佐々木酒造でやってるんですけども、まあ、代々受け継いでて、僕はあの NHK のオードリーいうあの朝ドラに出た時にですね、これ佐々木酒造初の大ヒット中になりまして、それ以来ですね、うちの親父がですね毎回電話かかってきて、おい次の朝ドラ何やで、そんな出へん出へん言うて、あ、お気に入り毎度お気に入り毎度お気に入り。普段の蔵之介さんでしょ。営業マンみたいなんだよね。いや、そうそう、毎度芝居じゃない時ってね。いや、そうなんですよ。無駄がないんだよね。いや、無駄がないんですよ。いや、奄美もで、ね、僕もそうなんですけどね、まあ、身長がでかいからね、あの元々テレビドラマ向きの俳優じゃないって言われたんですよ。ねえ、おぎにありがとうございます。宮城県は、宮城県、あの俺が、あの宮城県ですよね。はい、あの宮城県、完成度低くなって、はい、宮城県は、そうっすね、あの宮城県くんは声までは そっちだよね、まあ、こっちの声なんですけど、一回あの番組で岡田くんの前でやったら、うん、全然似てないですねそっからあんまもうやってないですね。あ、鬼滅は、鬼滅誰ができるの。コンコンコロリコンコロリ、腹の底でもコンコロリもう目覚めることはないんだよ。お、それ何かさ、存在がこう尺に触る感じでも無惨様の血を分け与えてもらえるビン、うわ、そうだ、ビン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 、建物のこと、ビン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 、これ見てないやつは何にも分かんない。そうですね、でもみんな炭治郎とかやるんだけど、鬼側に、そうなんだよ、お眠り強制混同睡眠マナコ。あのさ、兄弟の鬼いたじゃん。あ、いました、いました、はいはい。ケネシーね、あの手鬼から、あ、じゃなくて、あの、はい、妹とお兄ちゃんの、あ、言いました、あのあれだ、カバの子、はいはいはい、あのオープン、あの二人めっちゃ良かったよね。良かったです、めちゃくちゃ見ちゃいましたよ。俺も鬼の真似ばっかりしてたのよ、炭治郎とかじゃなくて、はいはいはい、鬼がとにかくいいよね。鬼が、鬼の声とかセリフが、うそ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 う、僕前巻見てて、まあまあ、鬼滅の映画ももう3回見に行きましたから、本当に好きで、はい。もののけは何、三輪さん明日か、明日の弓ね。獅子神よ、首をお返しする。我が名は明日か、東を土地よりこの地へ来た。そなたたちは獅子神に無理に住むと聞く古い神か、神か、神、警告だから神か、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 ね、食べていい。食べちゃダメ。人間かい、人間食って人間の力。すげえな。
いやー、まいったまいった。いやはや、バカには勝てんなあ。戻った、戻ったやつ。こういうすごいね。小玉になるって、はい、永遠にできるんでしょ、なんか止めなかったら。止めなかったらできます、はい。すっげー面白い。俺、最後だな。はい、最後。あ、トイストーリーやって。トイストーリー、はい、うん。おい、誕生日パーティーを今日やって、おい、いいぞ、みんな出てこいよ。あ、ねえねえねえ、僕、肉食恐竜なんだけど、どう、怖かったね。おい、見ろよ、私はピカソ。なんだ、つまねえな。お、なんだ、共同のやつだな。お、目と鼻と口はどこにある。私の名前はバズ・ライトイヤー。宇宙歴407にセクター12を走行中、コースを外れハイパースリープから目覚める高度な地球生命体はいないようだ。無限の彼方へ、さあ行くぞ。私のマーシャル・オーディー。オーケー、風のように走れ、ブルーズワイ。ようこそサニーサイド保育園へ。僕はケン、バービーよ。わーわーわー、豆を舐めるな。これ僕の大事なおもちゃなんだ。大事にしてくれるかな。宝物なんだ。うーん。ああ、まあよ、あいぼ。まあそう、気を落とすな保安官。これから素晴らしい。ああ、いいか。ブニーのおもちゃ紹介するな。私の名前はバズライトイヤー。背中のボタンを押すとスペイン語モードに。僕はレックスって言うんだけども。オッケー、ベイベー。シェンゲーでいいか。おもちゃは大事にしろよ。ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。っていう。最後、バービー人形がね。バービーね。バービーがね、はい、こうやってあの丸いところね。っていう、あの、NGC みたいな。言ってさよならさよならさよならっていう。すごいね、バービー人形が喋るところまで。いや、バズ似てるんだ。所さんだもんね、バズってね。そうなんですよ。だからその声があの濱家さんにもね、ちょっと似てるんですよ。あ、そうなの。あ、で、あの、どうもー、かまいたち、濱家です、お願いしまーす。え、なんなんすか、僕かまいたちよ。え、これ勝俣さんの番組なんですか。え、無理無理、わからないんですよ。もう無限の数はさ、行くぞからの食手二角です。あー、バズから食手二角まで。そっちに、はい、行くっていう。で、そうか、ウッディが唐沢くんで。そうです、唐沢くんもできてるってことだもんね。唐沢さんもそうですがね。あれ本当はね、トンネルズがやる予定だったんだよ。え、そうなんですか。うん、ウッディとバズはあの隠し芸大会でトンネルズが司会をやったの、はい、で、その時にあのサプライズでミッキーとミニが出てきたの、はい、そしたら高木さんがミッキーの頭を取ろうとしてって話なくなったの。それ有名な話で、それは聞いたことあるんですよ。その後にあれ、ランドでやろうとしたんじゃないんですね、あの取るのは。あれも高木さんなりの悪ふざけなんだけど、ね、ウケると思ってやったんだけどシャレにならなくなって、決まってたトイストーリーの声優をトンネルズがじゃなくて唐沢くんと所さんになった。だからトンネルズがもしやってたらっていうのもできるよね。おわぱなんかネルトパーティーを今日やるって、おいおたんちょカモ出てこいよみたいな感じで。そうです、多分ウッディがのりたけさんじゃない。あ、そうか、バズが多分高木さんじゃん。あ、宇宙歴ヒョーバーダラディセクター10条走行中はずでハイパースリープから目覚めるポケットカラテ行っちゃいましょう。ありえるよね、だからね、めっちゃありえるじゃん。確かに、あの誕生日パーティー、あの俺の背中にはガラガラヘビ。いや、ほんとありえるじゃん。手あげろ、銃してないみたいな変な感じやってたんですかね。そうだと思う、それも見たいじゃん。めちゃくちゃその話をお伺いしてからだとすごく見てみたいですね、うん、そうだね、はい、で、後々成竹さんがあのニモのマーリンをやるっていう。あ、そうだそうだそうだ、うん、室井さんと。そうそう、うわあ、そうだ高木さんはやっぱり呼ばれない。めっちゃ面白い。いやいや、めちゃくちゃ面白い、うん、そうですね、いろんなものの中で。いや、素晴らしかったですね。いやいや、全然。それこそあの相川翔さんとかもあの何度かお会いさせていただいた時になんかあのモノマネさせていただいて、うん、JP って言いますって言ったら、うん、JP いいじゃん、 JP覚えやすい。JP っていうの。三回、はい、ずっと来るでしょ。これコーヒー焼酎でね、すごい美味しいのよ。これをね、豆が入ってんだけど、これね、すげえうまいの。クミ。あ、クミ。クミ。奥さんがね。そうそう。クミ。コップ持ってきて。クミ。誰だおい。勝手にカラオケ消したのは。一番おいだ。解散。もう綺麗な、あの一回なんかバッグをあのパーキングから出るときにあの久美さんが、うん、あのバッグ出れなくうまくちょっと切り返せなくて、うん、外で翔さん見てました、待ってて、でこうやってこうやって、あ、出れないなみたいな、外で
左だよ、もっと右に切れよ、大きく切れよ、おい、もうめっちゃ人通ってるのにあの感じに、おい左だよ右だよつって、最終的にバーって言って、降りろ俺がやるよ、バンカーグーン、うん、じゃあねって思ってしながら来てます。はい、今度ねまた、はい、あの今回限りじゃなくてまた新しいのできたらね、ぜひぜひお願いします。ぜひ来てください。はい、お願いします。今回のゲストは JP 君でした。ありがとうございました。滑らんな。